シーズン報酬で。え、ガチそれ。いや、それは無理だろ。それは無理でしょ。そこ多分違うと思うけど。え、始まってすぐ1500もらえるの。それやばくない？ガチです。ほんとそれ。検証したら。え、それやばくない？それやばいよね。ねえ、シーズン報酬で1500もらえるやつ。それ確か無理だったはずなんだけどな。前回シーズンできんかったからね。まあ、一回でも、ここで試してみればいい話やけんね。まあ、次は次でも、まあ、それはまたいい発見だったということで、覚えとけば、それでいい話やもんな。いや、でもシーズン報酬でもらえるんだったら、それもう無敵すぎるよね。今日だけなんか、ね、今日だけだよね、多分。ダイヤ、ゲットし放題じゃん、みたいな。いや、多分無理だと思う。だって、ね、シーズン参加してないからね。おもろよくさ、ごめん、あれっすか、何万人ぐらいの人ですか、それ。すいません、ちょっと、存じ上げなくて申し訳ないです。後でチャンネル見よう。存じてなくて申し訳ないって感じだ。15だった。あ、そうなんすか、やば。それすごいっすね。それでもうだってコメント欄で嘘ついとったらやばいよね。じゃあ、それはもう信憑性があるよね。間違いなく。検証して、そうね、俺もやろう。できるんだったら俺もちょっとこれさ、わざわざ試合に入る意味ないんだけど。じゃあ、待って、じゃあ、試合入らんわ。抜けまーす。抜きまーす。これだってさ、できるんだったらやばいよね。これだって、ダイヤもらえるんだったらやばいだろ。なあ。本当にもらえるんだったらやばいよ。ああ、やばいやつだ。ほんとだ。あざっす。あざっす。研究家さん。神か。ごめん、それネタもらえますね。すいませんが。動画作ります。やば。いや、これやば。やば。動画作るときは、概要欄、リンク貼らさせていただきますので、よろしくです。これ、かっこいい楽やん。ほんと、それ、神だね、これね。なんでもやりたい放題じゃんな。じゃあもうこれ、マジダイヤさ、価値ゼロじゃん。ダイヤ、マジで価値ゼロじゃんな。なんで俺の配信なんだろうね、わざわざ。なんか、意外な感じしますよね。もっとなんか、荒野行動だったらね、有名な人がいらっしゃると思うんですけれど。なんで僕なのかわからんかったっす。俺、フォーマカの名前、リーグルグルスコアラやけんね。スコアラッコは今、偽物やけん。いや、でも俺もなんかそういう、なりすましができるぐらい、なんか、有名になったってことだよね。うざい気がします。いや、俺別にいいけどね。偽物追っても。偽物追ってもさ、例えばその、そいつが勝手にタダでさ、俺の売名をしてくれるってわけやろ。プラスなんかそいつが悪いことして、俺に批判が来たらさ、その批判に対して俺が一個一個優しく説明してよ。ね。丁寧に説明すれば、その人は、あの人偽物なんだ。本物のスコアラさんめっちゃ優しいじゃんってなって、俺のファンが増えるというね。嫌いから好きになったら人間もう離れきらんだよ。これ昨日深夜さ、ツイッターでも話したんですけど、そうやって俺のね、俺に迷惑をかけようとしようとしてくる輩を自分のね、数字に変えていくと、に狙ってます。このニセマラという存在がより普及して、僕がですね、この世界のトップとなる、そういう未来を僕は狙ってます。偽物がスクワット。まあそれだって本話からログインしてないもんね。これ本話からログインしてないんだけど、だいぶ好きになった。ありがとう。なかなかこのリアルタイムでレスポンス返す実況者っていないもんね。なすら名乗っていいですか？もう勝手にしてください。勝手にしてください。何をどうしようがね、僕はもう知らないんで、勝手にしてください。別にね、なりすまされたところで、偽物になられたところで、何も僕ね、振り劇ないですし、得になるように動いてますんで。スコアラ名前何？ほんまか？リーグルグルスコアラ。何されてもなんか得になるように動いてるからな。もう常に切り札は、かざした状態で待機してるっす。これサブアカとか僕ないですね、そんな。サブアカでログインするぐらいだったら、俺メインアカでログインしますね。そんな僕、まどろっこしいことしないっすよ。スコアラさんですかって聞いたら、俺やりますね、しか言わんけん。うん。やりましたね、しか言わん。Twitter とか YouTube もそうですし、なんか、荒野とかもサブアカ持ってる人。まあ、荒野は、おぉ、びっくりした初めて出た。さすがにこれはビビる。いきなり出たけん。お、画面変わったって思ったら、あ、これびっくりしたね。初めてだ、俺。暁の旅人。ありがとうございます。今日、人生初だね、こいつ。人生初の存在だよ。なあ、びっくりした。犬派ですかね、これはどっちも好きかな。可愛ければどっちもいいかなっていう感じ。猫カフェとか好きやしね。俺のあの家の周りとか、犬飼ってるとこ多いけん。そういうとこ遊び行ってから、一緒に遊ぶのも好きやし。犬も猫もどっちも可愛ければいいと思ってるっす。どっちも可愛いじゃん。選べないからね。欲しい車好きなんですか？ないですね。うん。ないです。欲しいスキンとかないです。僕、偽物がしたいだけで別に偽物から出た結果はどうでもいいんだよね。猫派、犬怖い。あ、でも俺も子供の頃ね、犬怖かった。でもまあ、慣れたかな。犬派、まず猫アレルギー。あ、そうなんだ。猫カフェとかでもいいよね。癒されるよね。猫カフェをって、一回俺猫カフェにさ、6000円ぐらいぶち込んでしまったことあるもんね。いすぎてから。あまりにも楽しすぎて猫カフェいすぎて、6000円ぐらい使っとったみたいな。ねえ。ちょっとしたそのキャバぐらい使ってしまっとったっていうね。ラウンジとかやってさね、1時間ぐらいあったら6000ぐらい使うんですけど、なんかそれぐらい使っとってやばみたいな。ここももしかしてこれ猫カフェじゃなくてこれキャバかなみたいな。キャバクラかこれみたいな。家に、ね、犬が11匹。あ、そうなんだ。11匹ワンちゃんじゃん。おー、なんか出た。出ましたね。猫キャバ。ほんとね。キャバクラかなって思ったもんね。マジで。荒野行動よりキャバクラに課金してます。キャバ課金の方がさ、ワンちゃん課金せずに済むまであるよね。な、コアコードの方が金使わんすか？リゾノのスキン何あれ？僕が作ったコラ画像ですね。いいでしょ？釣られたでしょ？いい釣り針だったでしょ？うん。褒め立ててください、僕のこと。ね、いい釣り針に対して。ズボンはいらんよね、ユーサイリン。で、ズボンこれだって他のね、スキンのズボンとあんま変わらんやんって思うもんね。同じじゃんみたいなな。思わんすか？
あーもうこれ、やりたい放題になってるじゃん、俺。やりたい放題になってるじゃん。